はい、おはようございます。100日後に死ぬワニって話、私もね、つい一昨日知ったんですよ。で、昨日初めてですね、柴田さんの動画を見ました。それはですね、そのワニのことを扱っていたんですよ。で、電通が入っていてけしからんみたいな話をしていたんですけども、まあ、私はね、本当にね、世間知らずだなと思うのは、世の中でどんな流行ってるものもこうやってね、知るのが遅いんですよ。だからこそ、世の中のトレンドに振り回されずに高い利益を得てるんだろうなと思うんですよね。で、私はね、隠居してますんで、社会から離れてます。普段人の付き合いがないんで何にも分からないんですよ。分からないから自分の内側から来るね、自分の内側から来る価値観とかね、正義感で生きてます。だからすごい楽ですねだから人の大多数の意見っていうのは私はもう必要ないですし、大多数の意見っていうのは入ってこないんですよ。だからいろんな意味でね、すごく得してるなと思うんですけども、今回の100日のワニですか、これについても特に私はね、言うことがないんですよね。ただ SEO 的にはこういったものを使って、まあ、動画を作ったりね、すればいいんだろうなって気はします。でも私もね、利益誘導のために動画を撮ってるわけではないんで、むしろ人を稼がせるためなんで、だから言えばね、こういう時に100日ワニっていうね、そういう風なタイトルで動画を量産した方がいいよってことは申し上げておきます。それからですね、もう一つなんですけども、補助金のことですよね。経済産業省が進めている補助金、もしくは厚生労働省が進めている助成金、それぞれなんですけども、これはね、まさに言う通りで、自分には無理だろうっていうふうに思って、申請もしないし書類も読まないっていう方は大多数なんですよ。このね、自分で自分に対して無理だろうっていうふうな先入観を持つことが何よりも害悪です、ね。やっぱりね、無理だろうっていうふうに考える必要はないんですよ。自分の人生は自分の思い通りにできるっていうふうに考えた方がいいんですよね。で、それは100日のワニとちょっとね、リンクするんですけども、私はですね、例えば今日が人生最後の日だったとしても、何の後悔もないばかりか、十分お釣りの来る人生をね、見させていただいてると思うんですよ。本当にいつ人生が終わっても後悔ないですね。そういうふうな一日を送らないといけないんですよ。だから100日後に命が終わるとしたら、もしくはね、1週間後に寿命が来るとしたらどうしますって聞かれても、私は何にも変わらないですね。だってもう目いっぱいやってますからね。で、目いっぱい暇な時間を謳歌してますし、目いっぱい時間を無駄に使ってますし、目いっぱい貴重な時間を費やさせていただいてるしね。何があるかなってことですよね。素晴らしい家庭があって、子供も生まれてね、で、両親もいて、で、地域の方にはね、温かくされて、何にも言うことないですよね。ただこれが永遠に続きたいっていうふうな欲望がないってだけなんですよ。こんな素晴らしい日が一日でもあるんだったら、もう十分だと思ってるわけですよねでもその1日ではなくて、もう何年も続いてるんで、もうむちゃくちゃいいなと思ってるんですよ。だから私はそういう意味で言うとね、欲が浅いのかもしれないですね。これを自分の人生の終わる時まで何十年も続けたいっていうふうに思ってるわけじゃなくて、ここまでしてくださってありがとうって気持ちでね、明日からは地獄の日々が待ってても何の後悔もありませんっていうふうに考えてるんですよ。でそういうところも多分世間ずれしてるんだろうなと思いますけどもね。まあ、今回はですね、そういった形で、一人で稼ぐ動画に変身させてもらいましたけども、元動画を見たい方はね、ぜひ下の URL リンクから見ていただきたいと思います。そして新の企画にちょっとね、教えていただきたいんですけども、例の経済産業省の件ね、私今そういう発信をしたもんだから、なぜか私対応に追われてるんですよ。質問に追われてるんですよ。でも私自身がまだやってないんですよ。連休もありますしね。ですんで、私もね、必ずこれ取り組んでみたいと思いますけど、まずは私は自分の顧問に相談して、自分にはどういうものがどういう形で攻めていったら攻略しやすいかってことをちょっと相談させてもらおうかと思うんですよ。そのための顧問ですからね。で、裏付けを取って銀行の担当者を紹介してもらったりとか、金融関係の人もしっかりとがっぷりとチームを組んで、必ず融資が出るような形にして、それから広子さんの方にね、お邪魔しようかと思うんですよ。これ根回しが非常に大事なのかなと私は思ってますけどね。根回しをするっていうのも一つの能力であり、人脈にちゃんとコストをかけてきたことの効果の一つだと思うんですよ。だからね、顧問料をケチったりとか、取引先に出し渋ったりとかするっていうのは何のいいこともないので、私もね、今日も請求書が来ましたよ、税理士さんから。74,843円、ね、こういうふうに顧問料っていうのは常にかかっているもんだというふうな前提で、その顧問料を払ってるからこそ、こういう時に堂々と相談できるっていうね、そういうふうな効果を生むんではないかなと思います。まあ、ですんでね、やっぱりコストってのはある程度かけていかないと、いざという時にね、もう何もできなくなっちゃうってこともあります。まあ、言ってみれば、その速稼塾に入るってことも、その必要経費の一部だというふうな考え方もありますよね。私はこういうふうに情報を無尽蔵に発信しますから、そんなことがあるの知らなかったっていうことをね、感じることってのは結構あるんじゃないかなと思います。まあ、こういうふうにね、政府のホームページで
表現されてることもほとんどの方はね、なぜか見ないんですよ。で、見なくって、なんか YouTube の怪しい動画とか見てるわけですよ。なんか、あれ怪しいセールスにかかっちゃうわけでしょ。アウトですね、そういうのはね。まずは大前提として、やっぱりね、第一情報ですね。国が発信しているものによって、全てのマーケットとか、行政っていうのは動いてますから、国の発信によってね。だからそこをまず捉えないといけないんですよ。で、その上で、国の情報に左右されない怪しい情報発信者のことをプラスアルファで見るのはいいと思いますけど、みんな逆なんですよね。根拠のないあやふやなものを信じて、そして国を方向づけてるものはあんまり関心がないというね。それじゃあやっぱりかもられちゃいますよ。今回は以上です。